のサーヤです。そして ARB の木村さんです。そして石渡編集長です。どうした？ちょい足しビューティーモデルのあのまいちゃんでーす。よろしく。はい、今日はですね、青山シェルフのマスターさんがお休みということで、このメンバーでいきたいと思います。はい、そして皆さん知っての通り、先週発売、先々週、そうですね、先週発売されました、じゃん、美容師メーカーボリューム4出ましたね。なんでいただけましたでしょうか。どうかな、どうかな、ねえ、なんかちゃんと反応してくださいよ。どうかね、どうかね。さっき木村さん見ていただいて、どうでしたか。そうですね、中身がまずすごい充実したかなっていうのと、まあ、なんでしょうね、まあ見てちょっと判断してもらいたいっていう部分はあるんですけど、なんていうんですかね、美容師さんが見ても面白いし、やっぱ一般の方というか、働かれてる女性のためのやっぱり一冊だと思うので、そういう方にすごいちょっと選びやすい出来になってるんじゃないかなっていうふうにも思いますし、あとトレンドがやっぱりすごく取り入れられてますよね。そういう中でのちょっとアバンギャルドのデザインっていうよりは、その OL さん向けのトレンドっていうのが、まあ、ちょっとなかなかないんじゃないかなっていう、ちょっとまあ OL さんとかだとそんなにね、派手なデザインっていうのはなかなかできませんので、まあ、そういう中で、まあ、ちょっと一歩行くような感じのトレンドを取り入れた感じの仕上がりになっていると思います。今回働く女性のためのあれですもんね、部屋型ですもんね。そうですね、皆さんも出てます。おー、トレンド速報。おー、ありがとうございます。まだ見てないから、はい、早く見たいです。なんかあれですよね、結構ツイッターとかでなかったですみたいなツイートも多くて、売り切れ、もうさすがって思いながら見てました。買った？何が？買った？まだ買ってない。見てもないです。ないですもん。アマゾン。すみません。じゃあアマゾンで買わせていただきます。そんなね、レギュラー MC がそんな高いとかしてないとかね。はい。さて、いよいよ5月になりましてですね、ゴールデンウィーク今真っ最中ですが、あれですか、美容師さんには全然関係ない感じですかね。どうですか。なんか関係ありますよ。ありますか。ゴールデンウィーク中は混むとか、逆に空いてるとかあるんですか。あのね、まあ皆さん盲点ですよね、その辺はね。意外に混みません、そんなね、言うほどは。そうなんだ。そういう時はみんなディズニーランド行っちゃってるんじゃないですか。なるほど。なので、まあ、そういう時に髪やりたいなっていう方は、まあ、すごいちょっとチャンスと言いますか。なるほど。利用しやすい感じにはなってると思いますね。はい。そうなんですね。チャンス。チャンスですね。気づき。あと3日4日あるんですかね、ゴールデンウィーク。そうですね。予算用。そうですね。皆さん、ぜひ、皆さんね、来てもらってください。はい、さて今日はですね、内山さんの、コーナーと、ちょい足しビューティーならぬ、今日も今夜も内山ビューティーというのをね、やっぱり第2回目、はい、3回企画の第2回ですね、今日アップスタイルで、はい、今日のテーマは、プラスよっていう、始まってる。まあ、ここまで一応、こういうのやりますよっていう、はい。やっぱり始まるときは掛け声がないと始まりませんみたいな。はい。掛け声から始まります。掛け声から始まるので、こういうのやりますという感じですね。はい、楽しみにしてます。ぜひ。ありがとうございます。はい。そしてですね、マッサーさんがね、言えばね、今日アレンジコーナーっていうのがあったはずなんですけれども、ないので、木村さんのコーナー。イベントの、ね、告知コーナーはちょっと入れさせていただいて、用意してませんよ、はい、何もそんな。ほらじゃあトークコーナーで、トークコーナー、そう、木村さんのガチトークで、もう裏ですよ、裏裏メーカー TV ぐらい。おお、そうなんですね。ベースですよね。はい、わかりました。ということで、じゃあ山口さんのちょい足しビューティーから始めていただきましょうか。はいはい、よろしくお願いします。はい。皆さんこんばんは。美容師名鑑 TV 始まりました。ということでですね、
TV が始まってる。ちょっとサーヤちゃんが真似してみたの。ちなみにですね、本日もちょい足しガールのあのまいちゃんにお願いしております。今夜もグチヤマビューティーですね。まあ前回から3回作ほど、ちょい足しから外れて、ジューンブライドに向けて皆様にアップスタイルの提案ができたらいいなということで、今夜もグチヤマビューティーっていう、特集ですね、やらせていただいております。で、本日のテーマはですね、和プラス洋っていう、前回は洋風のアップスタイルでしたけど、今回はそれにちょっと和っぽいテイストを取り入れてみようかなということでやらせていただきます。ということで、いつも掛け声よろしいでしょうか。皆様お願いします。はい、ナナちゃんもいいですか。はい、今夜もグチヤマビューティーの方で、グチヤマビューティーっていう感じで、はい、いいですか。じゃあいきますよ。今夜もグチヤマビューティー、イエーイ、始まりましたね。はい、ということでですね、少ないから寂しいね。はい、ではやっぱり少ない時でも多い時でも自分は変わらずハイテンションでやらせていただきたいなと思っております。はい、はい、そして今日のポイントですね、和プラス洋スタイルのポイント、その1、すっきりとした面をね使って上品さをアップしましょうっていう、やはりこう面を出すスタイルってすごいまとまりのあるスタイルプラスすっきりとするんですよね、まとまりのあるスタイルなので。なのでそのすっきりとした感じが上品さをアピールしてくれるということでですね、ちょっと見てもらいましょうね。よいしょ。前回はですね、こういう面のスタイルっていうものを作らなくて、こういうのがあるとね和っぽくなってしまうということなので、で今回はですね、こういうしっかりとした面ですね、ピタッとまとまるようなすっきりとしたアップ、これが上品さをアップさせますので、こういう面を作るアップスタイルで、作っていこうかなと思っております。で、まあ今は後ろだけしか上げてないですけど、今からサイドとか、上げていきたいなと思います。でですね、ベースはその面のスタイルになりますので、常にこうピタッときっちりまとまってるようなスタイルになります。もちろん美容師さんにも見ていただきたいんですけれども、一番はお客様が、あ、こういうスタイル好きっていう一般の方ですね、そういう方が、そういう方にねこう見ていただきたいなと思っております。でもまた難しいやつ、難しくはないですね、簡単に、はい、もう簡単にできるような、自分でできる、自分ではちょっとやっぱり美容室に来てもらいたいな。やはりできるですね。はい、やはりこのアップスタイルに関しては美容師さんの見せ場みたいなのもあるんですよ、やはり。え、美容室に行ってオーダーすればいいんですか。はい、美容室に行ってこういう形にしてもらいたいっていうのをオーダーしていただけたらなと思っております。やっぱりこの自分でできないからこそ、そういう結婚式とか特別な日にやりたいって思っていただけるといいなと思って、その美容室に行ってアップスタイルをする良さっていうのも皆様に伝えれたらなと思っております。特別な日はね、そうです、そうです、美容室でやっていただきたいものですよね。はい、やっぱそうする、そうしないと美容師さんの意味がなくなってしまうんじゃないかなと思って、はい、でも結構言われるんですよ、あ、アップもできるんですかって。あ、そうなんですか。意外と言われるんですよ。山口君は、はい、アップできないの覚えてる。はい、カットとカラーとパーマと、まあ、ストレッチパーマとって、そういうものしかできないと思ってるみたいで、はい、あ、で結構言うんですよ、お客様に、結婚式とかありませんかって。
で、しかも、朝早くからでも何時でも受け付けてるんですよ。例えば、まあ、変な話、朝の5時からでも受け付けてますし、はい。まあ、その、アップスタイルにする時だけなんですけどね。うん。やっぱりカラーとかカットとかされる場合は、ちょっと、普通の営業時間に来ていただきたいですけど、やっぱ結婚式って朝早かったりするじゃないですか。すごい朝早くて、例えば9時半までにそこに行かなくちゃいけないとか、そういう場合も受け付けてるので、ぜひね、気軽にこうやって美容室に足を運べる環境っていうのも僕たちが作っていかないといけないかなと思っております。確かに、はい。で、こうやって面ですね、しっかりと面を作ってまとめていくっていう。でも本当に前回も言いましたけど、やっぱりアップスタイルのご予約が多いですね、最近。本当に多いです。なんだろう、結婚式とかですか？結婚式でですね、はい。あと、やっぱりこうやってお客様に結婚式ありますかということによって、二次会から参加される方もやっぱり来ていただけるようになってますね。あ、はい、そっか、はい。二次会だと結構自分で やるっていう、そういう、なんか少しね、自分でできるようなラフな感じの二次会っていう感じもあるんですけれども、でもやっぱりこうやって皆様に一声おかけするだけで、その二次会のアップスタイルっていうか、ね、こう簡単アレンジっていうのも、あ、じゃあ美容室行ってやってみようかなって皆様思っていただけるので、うん、うん。でもやっぱりそういうところでね、僕たちが可愛い、より可愛いスタイルっていうの、自分でできないスタイルっていうのもこうやって持ってますよって。はい。でも誰もがね、そうやって思ってますから、僕がやっぱりアップするのも、自分がその人に一番似合わせれるっていう自信があるからこそ、皆様にこうやって来てほしいと思いますし、あと、なかなかやっぱりこういうスタイルする機会っていうのは皆様少ないですよね、この結婚式ぐらいかな。そうですね。なおちゃんとかも普段からあんまりこうやってガチガチにね、しないですね、しないもんね、結婚式とか。うん。気合を入れても同窓会とかじゃないですか。同窓会アップする？まだ同窓会とかないから。うん。そう、同窓会も意外とね、みんなラフな感じでね、来たりとかもしますし。うん。なのでやっぱりこう、特別なね、一日っていうのは結構結婚式が多いかなっていう感じはね、しますよね。あんまりこう普通の時に美容室でしてもらうセットまで行っちゃうと、こう気合い入りすぎてるかなって。そうなっちゃいますよね。うん、うん、そしたら結婚式くらい、うん、結婚式はね、ちょっと気合い入れてもいいかなって思いますからね。少しやっぱり華やかなものですので、華やかにしたいっていうのもありますね。というわけで、こういう旅行もね、きっちりと面、はい、ピタッとすっきりとした感じですね。これで上品さをアップします。はい、前から見るとこういう感じですね。結構もう前回の洋風アップに比べるとすっきりしてる。結構洋風アップってね、ふわふわ全体的に、髪の毛を散らして華やかな、より華やかな、一層華やかな感じを表現しますので、やっぱりこうやってピタッとしていくと、少しね、華やかさに欠けるところもあるんですよ。うん、なので、上品さを残しつつかつ華やかにっていうのが、この和プラス洋っていうアップスタイルのいいところなんじゃないかなと思います。で、次トップですね。前回、洋風アップはちょっと筋状にね、ここのトップを作るって言ったんですが、今回はやっぱりそのしっかり面を作るということで、きっちりとまとまった感じでね、やっていこうと
思います。ちなみに奈々ちゃんって結婚式お呼ばれしたこととかってある？あります、うん、そういう時はやっぱり美容師さんにお願いするでしょ？自分でやる？美容室に行きました。もうこの間も二次会でやったもんね。そうですね。そうだね。確かに二次会の時ね、やってもらいました ね。もうそういう感覚だよね。うん、そうですね。ドレスの時は巻いてアップにしてもらって、うん、姉の結婚式は振袖を着たので。あ、振袖着たんだ。はい。奈々ちゃん素敵ですねってコメントが入ってます。うん、勘違いです。勘違いじゃないです。少し薄めにしてきました。はい。ありがとうございます。いやでもやっぱり可愛いって言われますよね。可愛ければ。もう本当にね、いつもちょい足しガールとしてこうやってお世話になってますんで、やっぱ可愛いって言われないと僕もね、やってる意味がなくなってしまいますから。今、和装でも髪の毛そんなにビシッては風にしないんですよ、ね、洋風そう、和風みたいな感じですよね。そう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 、うん、卒業式がそうでした。あ、卒業式そうだった。うん、あ、袴だもんね。だけど、うん、あんまりこうピタッとした和髪ではなくて華やかにしてもらいました。そうだよね、うん、やっぱりその最近大人っぽい髪型を求めてる人も多いから、意外とそのピタッとしたスタイルがいいっていう人も増えてきた。意外とね、その本当に20代前半の方とかも意外とね、大人っぽく見せたいっていう人も増えてくるんですよ。だからあんまり華やかに散らしたくない。まとめてください、まとめてくださいって、ってな感じで、まあ、どんどん出来上がっていくんですけど、まあここも前回とは違くて、しっかりとしたこう面で作る、ピタッとこう綺麗にね、まとまってるような形、全体的に一周上品ですね、はい、こういう感じですね。になっております。はい、一応ベースが出来上がりました。はい、ポイント2ですね。はい、ポイント2、あのこのしっかりと綺麗にまとめているので、上品さを失いすぎないように髪の毛を散らして華やかさを出すっていう、やっぱりそのここで上品さを面で出しているのに、そこの散らしでその上品さを失わせちゃいけないんですよ。それが結構バランスが難しいところで、その上品さを失いすぎないように華やかに散らす、これがポイントですね。はい、これが洋風のところですね。で、こっちの一番っていうのが和風なところ、それを掛け合わせるのが今回のスタイルになりますので、はい、なので今余ってるここの髪の毛ですね、ここの髪の毛を散らしていきたいなと思います。だいたいこうイメージ的に僕はこういうところでお花をイメージ作るんですよ。お花髪の毛でお花を作るようなね、かわいい、うん、イメージ。やっぱりその和服着物とかもそうなんですけど、お花柄っていうのが結構多く取り入れられてまして、やっぱりそのお花柄に合わせて、まあ、着物でもいけますしドレスでもいけますし、やっぱその自分の着てるお洋服プラス髪型っていうのもあのバランスよくね、髪型だけ浮いててもおかしいですし、着てるお洋服ドレスだったり着物だったり、そういうのを
そういうお洋服が浮いちゃっても変ですし、やっぱり全身コーディネートっていう意味ではやっぱりバランスをね良くしていかないといけませんので、でプラス今回はねこの和プラス洋っていう和の要素も取り入れてるので散らしすぎないで少しお花柄、お花っていうね華やかだけどまとまってるようなものを作っていけたらいいなと思っております。やっぱり髪の毛、そういう意味でもこのアップスタイルっていうのは自由に作れるんですよね。例えば髪の毛でお花なんか作ろうってね、普段はそれを作っちゃうとちょっとねバランスがどうしたんだろうなって思っちゃったりすると思うんですけど、このアップスタイルに限ってはやっぱりそういうちょっとお花っていう意味でも作ってもやっぱり綺麗に見えるっていう意味で、そういうねものを作っていける楽しさっていうのもあるんですよね。普段こう巻き髪とかやらせていただいてますけど、その巻き髪にはない綺麗さだったりとか、そういうのが表現できるのがやっぱこのアップスタイル、そういうね感じに最初は大きく作ります。でこれをピンを止めながらまとめていきます。もうこれ内山さんの中ではお花なんですか？いやまだですね、ま、今これ花びらの感じですね、はい、お花より花びら、はい、でこの花びらを一つの花にしていくっていう感じですね。あ、喋りますね、はい、キムさんとかはアートのお客様多かったりしないですか？僕は多いですよ、当たり前だけど、はい、アレンジスタイルとかあれだけ、はい、あ毎月やってますからね。そうですよね、どんなやつでも毎月やってますよ、どっかしらで、どっかしらで、どっかしらで毎月やってますよ。あ、使命、はい、使命で、まあやっぱ自分が好きっていうのもありますからね。アップスタイルってやってると面白いですよね、アレンジとか。いや面白いし、ほらやっぱりお客様のハートにやっぱ一番ずしんという行きやすいものですよね、あの特に日常のアレンジはね、こういうパーティーアップじゃなくて、日常のアレンジとかね。あとで内山ビューティーが終わったらまたちょっとお話しますね。あ、ぜひ今日はあの時間はたくさんあるんで、はい、そうですね、いろいろ話しましょう、はい、いろいろ話しましょう、怖いな、怖いな、アップスタイルに何かやらないとこがダメかなみたいな、まあ、だんだんね、こう痛くない？はい、大丈夫です。こうやってまとまってくるわけですよ、でっかくしたのを、はい、お花っぽく、だいたいねこうやってくるんってまとめて、でこういう花びらの、まあだいたい僕は5個ぐらいをイメージして作るんですけど、その5枚の花びらを作って花柄にしていくっていうか、はい、はい、だからなんか自分の中で一番バランスがいいかなって思えるスタイルですね。さあちゃんは結婚式とかないの？お友達の。ああ。あんまり。あんましまだないんですね。ちょいちょい結婚したりとかに困っちゃいますけど。卒業式でね。あ、卒業式ね。確かに。この間ね。私卒業式ジャンボさんにやっていただいたんです。そうだね。やらせていただいたね。好評でした。お、ありがとうございます。でもなんかこうね、アップスタイルって例えばかっこよくもできるからね、普段ちょっとね可愛い感じにイメージしててもそのアップスタイルではね、自分のねイメージをちょっと崩せるっていう部分もね、なきにしもあらずで、でこうただやっぱりねその人のイメージも崩しすぎちゃいけないから、
ね、なのちゃんのアップもやらせてもらった時は自分の思うなのちゃんっていうねテーマでね完全お任せでやっていただけるんですね。そう、あの美歴のパーティーの時にやっていただきました。そう、すごいクルンクルンでしたね。クルンクルンだったねでもね、すごいね、そういうのも似合ったな。こういう感じにしたいなって思って美容室に行ったら、うん、なんてオーダーするんですか？あの、例えばオーダーするときにあのワープラス用だったらまとまってるけど少し華やかさが欲しい、うんうん、とか、あとはあの例えば洋風だったらもう本当に華やかにしてほしい。で、しかもその散らす散らさないとかってあのいうのがあるので、結構皆様にあのオーダーするときは、例えばアップスタイルの本とか見るじゃないですか。で、アップスタイルの本って前、横、後ろ、まあヘアカタログもそうなんですけど、前、横、後ろしっかり載ってますので、自分の好きなポイントをしっかり見つけるってことですね。例えば今日のここのチラシが可愛いからこれを取り入れてほしいとかで、その一つのヘアスタイルに限らないでいろんなスタイル、例えばあのヘアカタログってね、いっぱいスタイルが載ってるから、その一個だけじゃなくてここのこれは可愛い、例えばだから今日やったここのチラシが可愛いからでこれは取り入れてほしい、で横は、まあ、違うスタイルの、例えばこういう横を今回はあのすっきり上げてますけどこの編み込みが可愛い、うん、だからここを編み込み入れてほしい、うん、で例えば後ろは後ろだったら後ろで、例えば今日はこうやってまとめてますけど、まあ、いつもこう編み込みでこうねちょっと全体的に U の字でこうやってまとめてある編み込みとかもあるじゃないですか。それが可愛いからそこを取り入れてほしい。いろんなところを合わせて注文していただければ、自分の可愛いと思ったところのポイントを合わせれるんですよ、うん、アップスタイルっていうのは。確かに、うん、なのでそういうオーダーの仕方の方が一番皆様が可愛いと思った全部が合わさってより可愛いスタイルになるので、うん、そういうあの一個一個で見ていただけると、うんうん、サイドだったらこれ、上の方だったらこれ、後ろの方だったらこれっていう選び方をしていただけると、すごい自分にとって可愛い、その人にしかできないアップっていうのが完成する。満足いきますよね。これもできた、あれもできたってなる。そう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 、それがオーダーメイドです。オーダーメイド、そうそう、そういうこと、オーダーメイドって言ってない今その言葉がね、思い浮かばなかったんですよ僕そうなんですよ。すごいお願いし、なんか伝わりにくいよね。いつも任せしちゃうなら、うん、もう分かんないからお任せしますってなっちゃうけど、うん、いいとやっぱり好きだ、あ、可愛いなって思うのって結構あるから、それをちょっとずつね、あの、うん、見つけて利用されたらいいかもしれないですね。うん、本当にね、そうなの、合わせれる、うん、まあ、そう、オーダーの方法がね、分からないっていうから、やっぱりこうやって皆様にこういうヘアスタイルどうですかって提案しますけど、やっぱりね、そういうのを全部の集合体っていう意味で、例えば今日のやったこのまとめてあって、で僕がやった前回の洋風アップ、これを合わせてもらいたいってのもできるんですよ。うん、はい、アップスタイルとかアレンジとかをポイントで見ることってあんまりなかったかもしれない。確かに、うん、完成形が可愛いなっていう。そう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 、うん、でもなんかちょっと物足りないなっていうのはやっぱりありますからね。そうそうそう、うん、本当ですね、うん、それそういうのがやっぱアップスタイルだけね、それは、うん、うん、やっぱり普通のこう下ろしてる普段のね、日頃のヘアスタイル、美容師メーカーのあちらのボリューム4でもそうですけど、やっぱりそういうのってね、あの合わせれないじゃないですか、一つのこう髪、出来上がった髪型をね。なのでそういう面でも皆様に
選ぶ楽しさっていうのをもっとねこう伝えたいなっていうのもありますよね。なので結構その自由にできるなっていうものなんですよ。だんだんね、お花っぽくなってきましたけど。そうこう言ってるうちに。やっぱりね、アップスタイルは難しいんですよ。例えば、輪郭とかもあるから、その顔の輪郭をよく見せるために、少しね、遅れ毛を出したいっていう人も結構多いし、これですっきり上げるだけだと本当にその人の、ね、良さが引き出せるのかって言ったらそうでもないかったりするし、だそういう面に関してもやっぱりそのいろんなものをね組み合わせてその人の似合わせっていうのもあると思いますので、どうですか、お花っぽくなりました？なってる、うん、でこれがやっぱり少し華やかな、うん、でもかつそのあまりこうふわふわしすぎない、うん、でしっかりとこう華やかだけどまとまってるスタイルっていうのが今回のその上品さを失わせないようのポイントですね、うん、すごい上品ですよね、うん、はい、そしたら、はい、和っぽいのがいい、両方いけますこれは、はい、こういうスタイルは例えばかんざし、和っぽいかんざしだったりかといってパールのねちょっとこう垂れるようなヘアアクセもいけますし、あと意外とこういうスタイルカチューシャも苦手だったりするんですよ。あー、うーん、カチューシャ、うん、うん、確かに式カチューシャつけました。あ、つけました。つけました、うん。アップにして。うん、でも本当にね、最近その和服、その着物でもお着物でもすごいね、レースが入ったりとか帯にね、パールが入ったりとか、そういう和プラス洋でね、少し変わってきてますからね。ガチガチの和風じゃなくて、うん、なのでヘアスタイルもね。もうガチガチじゃなくて少し華やかさをプラスしてもいいんじゃないかなとか。うん。ね、例えば今前髪こうやって下ろしてますけど、例えば前髪もこれ多分ポンパドールにしても、あー、かわいい、かわいく、うんうんうん、少しこっちだとかっこいい感じで、下ろしてると少し落ち着きのあるような感じっていうのも合うんですよね。なので、まあ、今日はちょっと下ろしてしっとりとしたね綺麗な女性っていうのを表現したいなと思いますので、前髪は下ろします。で、完成です。いかがでしょう、皆さん。ちょっと回してみますね、サイドで、後ろがね、こうやって華やかに散ってて少しお花っぽい感じにしております。お花みたい。で、横、左の横もすっきりとこうスタップスタイルで、前から見るとこうやってしっかりこうすっきりしてるんですけど、ちょっとねこう上の方で少し散ってる髪の毛が見えて、これも華やかさ、上品さを損なわせない華やかさっていうのをプラスしております。という感じでいかがでしょうか。かわいいです、はい、なんかも
当にすごく上品なのに、こうは なんだろうな、キチキチしすぎてないところがまたいいですね、うん、そうなんですよ。でしっかりとこう横で見ても思うんですけど、ちゃんとねこうこの華やかさのところでボリュームも出しているので、うん、やっぱりこうやってボリュームがある髪だと華やかにより見えるっていうね、そういうのもありますので、どうでしょうか今日のワープラスヨーっていうねアップ、素敵です。ぜひね皆様も、まあ、今日はこういう提案をさせていただきましたけど、いろいろ可能性はね無限大に広がりますので、うん、例えば今日の、まあ、僕がやったこのチラシが良かったから今度このチラシを使ってじゃあ違うちょっとまたスタイルを見つけてみてもいいかなと思いますので、うん、ぜひね皆様もオーダーするときにいろいろね自分の好きなところを見つけてオーダーしてみてください。てなわけで、はい、今夜もグチアンビューティー終わっちゃいますよ、もう何だっけ、どうやって終わったんだっけな、前回。前回ね、あのスギちゃんだったスギちゃんは、そう今日ね、1日ちょいたし、2日ちょいたしじゃじゃあね、ちょい出しじゃないから、確かに、ね、また新しいの考えたんですか、今日は。八方くん、八方くん、八方くんですか、八方くん、八方くんって何ですか、八方くんって何ですか、八方くんって、あの、八方スチロール切ってもらって似顔絵知らない、そんなに食べるんだ、八方くんの芸をちょっとマスターして、八方スチロール切るところからじゃないですか、そうですね、なんかこれ横顔のやつ、それ次回ね次回本当に八方くんちょっと勉強して八方くん締めでいきたいと思いますので、では今日はこの辺でお開きということで、また2週間後楽しみにしてください、ありがとう、ありがとうございました。いかがでしたか。そうですね、まあまあ、さっきも言ってたみたいに、結婚式だったりとかね、これから6月入ってきますからね、ジューンブライドですよね。おお、確かに。すごく増える時期になってくるんじゃないかなと、そうだー、いうふうには思いますが、まあ自分が考える、まあ、結婚式アレンジだったりとか、二次会アレンジっていうのは、まあ、山口くんはさっきちょっと高めでしたね。ちょっとね、こう、まあ、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、ポイントがちょっと高いアレンジっていうのが、やっぱまあ、ちょっとキリッとした印象とかなってくるんですけど、まあ、最近の傾向で言えば、まあ、やっぱちょっとこのウェイトがこう、もう少し低めに下がってくるかなと、ね。へぇー。っていうのは、どちらかというと、やっぱ傾向として、こう、あんまり目立ちすぎたくないっていうね。女性の方がすごく増えたんですね。高くなると要はこう前に向いた時に、彼女もそうなんですけど、前からこういう風に見えますね。そうするとすごいちょっと派手に見えるとか、盛りすぎかも。そう、印象としてはちょっと華やかに見えすぎるかなっていう心配をちょっとされる方がちょっと増えたかなって思います。まあ、これは傾向情報ですけどね、まだまだやっぱり華やかなものもありますし、なんですけど、まあ、情報ですね、最近の傾向としては、まあ、山口君今やってましたもんね、あれなんですけど、傾向としてはもう少しこう例えばこうウエイトが低いもので、あと、まあ、1年以上前から言っていたねじり系、編み込みじゃなくてねじり系がやっとやっと来ましたよね。JJ とかで特集されましたね。はい。もう1年以上前から言ってますからね、僕はそれは。はい、確かに。はい。また新たなグラデーションカラーに続く新しい発信っていうのもね。はい。やっぱりこう、やっと来たんだね。ねじりね。みたいな。結構ずーっとこの編み込み、三つ編みだったでしたもんね。そうそうそう。あ、今頃みたいな。あ、だよね、やってましたよ、だよねみたいなところあるんですけど、やっとこう取り上げてくれたかなっていうところに来たかなとは思いますが、やっぱちょっと緩いやっぱ雰囲気のパーティーアップですよね、今の主流というか、まあ全国の方でねご覧になってるかなと思いますので、まあ
東京っていうところだとだんだんそういう傾向になってきてますけど、まだまだ全国に行かれてるやっぱりお客様もいらっしゃって、やっぱりお話聞くとやっぱりこう高めにされすぎてちょっと嫌だったという意見をすごいいただくんですよ、うん、華やかすぎると、うん、でやっぱ目立ちすぎるというところで、やっぱりこうちょっと江戸っ子ですよね、狙うところをね、江戸っ子、うん、見えないところにこだわるのが粋だとかいう、まあやっぱちょっとアレンジというものはやっぱりこうちょっと取り入れていった方がいいのかなというふうに思いますね。はい、あれ、なんでそんなちょっと聞いてる？違う、江戸っ子って言うから江戸っ子、すごい、何が江戸っ子なのか考えなかった？江戸っ子っていうのは昔からほら、あのね、やっぱね、髪型はやっぱり派手なわけですよ。髪型ってわかる？ああ、うん、そう、派手だったりとか、やっぱり江戸はやっぱりこうね、裏地にこだわったりとか、はい、昔からね、着物の裏地にこだわったりとか、見かけは紺で一色なんだけど、チラッと見るこの裏柄にこうすごいこだわったりっていう、ね、あその西の方はもう柄からこう派手なわけですよ。なるほど。とか、まあそういう、まあそういうところはあるんですけど、うん、まあやっぱその江戸っ子さんっていうのはやっぱりこう見えないところにこだわるのが粋だという、うん、まあ、ところありましたよね、昔の傾向としては。なるほどね。まあ、だからやっぱりそういうのがちょっとまだまだあるかなというふうに思いますけどね。だから編み込みっていうのもやっぱりちょっとやっぱポピュラーになりすぎてるところがありますんでね、まあちょっと一瞬え何それっていうのをやるんだったら、ちょっとねじりを取り入れたりとか、あと今だったらこう全部をねじりで作って崩していくっていう、ちょっとヨーロピアンテイストはもうちょっとアレンジだったりとかね、ちょっとまあもしニーズがあればやります、それはね。もう見てみたいです。いやだニーズやもん気になるのに、まあまあね、今日もこっち見てる人がほらコメント入ってるから、見たいですよね、うん、俺もだっていっぱい提供したよ、もう十分。いやいや、見たいです。全然見たいです。見たい。もういっぱい提供したじゃん。前髪ストレートアイロンだってな、ね、みんな全然浸透しなかったんだから、世の中には。はい、でもほら、美容師名関係が続く限り、ダメですよ。いやいや、まあそうなんだけどね。もうちょっとこれ、盛り上げるんだったらもっと盛り上げる。中途半端だった。すいません。中途半端すぎた。でもね、そういう、アレンジの傾向としてはそういうとこあるかなっていうので、うん、まあ一つ、まあ実演はしてないんですけど、情報として、持ってもらってもいいかなというふうに思います。うん、まあでもそれはね、結構ブログとか、ツイキャスとかでよくやったりはしてるんですけどね、あまりカチッとやりすぎないところですかね。ヘアのトレンドにしても、まあそういう部分はあるかなと思うんですよね。あんまり肩にはまらない感じというか、まあ、派手すぎないんだけど、なんとなくこうみんながこう例えば均一にカラーするのが上手になったら、ちょっと外したカラーが上手ね、やりたくなっちゃうのが、まあ自分という天の尺なこう人間がいるわけですよね。はい。そう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 。なんかそういうところとかね、なんかちょっと見えないところにこだわるのね。っていうところも含めて、まあ、アレンジ提案っていうのもそういう部分あるかなというふうに思います。あと、まあ、シンプルオーダーというかね、まあ、割と本当に面の、ヘアアレンジとかね、うん、もう本当にピチッとね、全部オールバックにしてとか、あとはまあヘッドアクセを用いてとかっていうのももうかなりポピュラーになってきましたから、うん、6月、やはり皆さんね、結婚式等は行かれるんじゃないかなというふうに思うんですけどね、うんうん、割ともう今どういう店行ってもこう結構ヘッドアクセっていうのは置いてますから、うんうんうん、何点かはゲットして、やっぱ洋服に合わせてやっぱりヘッドアクセってこう選んでいかないといけないので、うんうん、持ってきてもらえると非常にいいですね、うんうん、僕はもうすごい大量に持ってるので、まあ、貸し出しっていう選択肢もあるんですよね、うんうん、服に合わせて、もう結構もうシンプル、下はシンプルだけど、こうやっぱパーティー用のワンピースっていうのは多分ね、
2度着ない女性の方が多いので、やっぱ1回着てっちゃったら次は着ないっていう人が多いから、やっぱ何点かはこうアクセを持っておくということは、まあ一つアドバイスとして言えるかなというふうに思いますね。持ってきてくれるとやっぱ美容師さんもちょっと提案をしやすいんじゃないかなと。確かにやりやすいですよね、何かこうあった方が。そうですね、まあ、ワンポイントアクセでいいんですけどね、こういうバレット系のものでパチッとこう止めれば OK みたいなとかでもいいんですけどね。はい、毎月やってますからアレンジの、メディアでは、はい、そこの部分で、まあ、できる簡単、ね、あと息っていうのを、まあ、モットーにやってますね僕は。はい、ちょっと参考になったら嬉しいかなというふうに思います。だからあんまり派手すぎるのがやっぱりいいというわけではないということですね。だからウエイト、ね、ウエイトって言うとちょっと専門的ですけど、こういうねポイントを持ってくる高さの位置だったりとか、まあ、あとはどこから見えたいかとかね、っていうところを考えながら、まあ、美容師さんにも、まあ、一般の方にも言えるんですけど、考えたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ですね。なんか役に立つと嬉しいですね、はい、ってことでもういい感じの時間になってきてますけどね、何気にね、そうイベントのご案内を、そう、ぶち上げてがちょっと長かったですね。でもそのコーナーぐらいですか、メインだメインだね。本当は30分喋る予定だったんですよ今のメイシさんとはい、ちょっとイベントのご案内をさせていただきます。まだ正式発表になっていないのですが、10月13日に美容師名館と APEX さん主催で日本一のサロンモデルを決めようというイベントが開催されます。これはねすごいです ね、うん、素晴らしい。その名もサロンモデルアワードジャパン2012、はですね、プレ告知をされているのですが、サロモさんと美容師さんがコンビになって、サロモさんの魅力を全国的に競い合うというイベントです。今月中旬から一次募集を始めて、7月から一般の皆さんのウェブ投票を共に二次審査をしますやっぱその後10月にリアルイベントを開催して決定するそうです、うん、キムさんやマスターなども参加されるそうです。そうですね、もう決めてますよ。お、まあ、俺が思う日本一のドクモはサロンはこの人だっていうのはもう選んでます。さすがです、はい、楽しみですね。出ろって言われてるんで、誰から終わりから脱力がいや、まあ出ろっていうよりは、でもやっぱこう、まあぶっちゃけほら7月でしたっけ、美容師さんのテレビ番組も始まるので、ね、ますね、やっぱこうやっぱり美容師としてもやっぱりこの美容という素晴らしい文化がやっぱり広まるのであれば、やっぱりそういうなかなかね、イベントごとっていうのはなかなか少ないですから、やっぱり楽しみながら、やっぱそこでもちょっと向きになりながらやっぱりやりたいなとは思ってますけどね。はい、なんかあれですね、その日本一になりたいっていうサロンさんからお願いした美容師さんに声をかけるのもありですし、そのサロンの方からこういったって思う子に声をかけるのもね、うん、ありだと思うのでね、もうたくさんのご応募っていうんですか、ですね、お待ちしております。まあでも今回に関しては、まあ、やっぱりこう、まあ、初回っていうものもありますしね、やっぱ美容師さんからのアプローチがメインになってくるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱサロンの方からね、私が日本一だって言ってお願いしますとはやっぱりなかなかほら、いくら水野さんでも言えないでしょうみたいな。いくら水野さんでもじゃなくて言いませんまあまあそういう話聞いたらね